幸せとは分かち合えるもの、悲しみは分け合うもの。雨なら傘になって、晴れたら影を作って。父親と母親とかの仕事を見ながら、過ごしていると、こういう仕事を将来はするんだなというふうに、親父がまあここまで大きくしてくれたので、とてもね収納しやすくて、寒いところで育てた苗を暖かいところに持っていくと、やっぱり生育もいいですから。毎年同じところに植えるような方は、こういう接ぎ木苗にした方が収量が増えて、家庭菜園も楽しめるかなと思います。病気に強かったり、長い期間収穫ができるような強い苗になります。植物が大きくなっていくっていう工程が、見てて毎日の成長を見れるので、すごく楽しいですね。太陽の下で、なんていうかな、仕事ができる、もちろん雨の日、曇りの日もあるんですが、こういう天気のいい日に、仕事をするのはね、とても気持ちがいいところありますね。耳元でささやくように。